はい、ユーデックスです。さあ皆さん、オープニングからちょっとね、僕自身の話になってしまうんですけど、もう最近ね、もうこの1ヶ月だけでもうね、体重が実はね、もう3キロぐらいね、太ってしまいました。もうプク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 ね、どんどん太ってしまって、ちょっとね、ダイエットしなきゃ本当にまずいなっていう感じなんですけど、もうね、ちょっと羨ましいのが、植物ってお水とかね、こう肥料とかをね、栄養にしてこうね、どん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 成長していくわけなんですが、やはり植物ってそんな太ったりするわけじゃないじゃないですか。もうね、だんだんゆっくりゆっくり、じっくりじっくりこう作り込んでいくものなので、もう本当植物って羨ましいなと思うんですよね。こんなね、1ヶ月で3キロとか太ったりしないと思うので、本当に羨ましいなと思うんですけど、まあ、今回ね、この植物の紹介をしていきたいんですけど、今回はこのね、成長がゆっくりゆっくりの、で、そしてゆっくり作り込む植物のね、紹介をさせていただきたいと思っています。で、このチャンネルではですね、この多肉専門チャンネルっていうことなので、いろいろなね、植物の紹介をしたりとかさせていただいてて、でね、実際にね、こう、サボテンの紹介とか、ディッキアの紹介とか、いろいろさせていただいてる中で、今回はね、今目の前にね、あるこの、サボテンの紹介をさせていただきたいと思っています。でね、実際に僕はですね、このアロエ専門店アロエリットというね、お店を立ち上げて、アロエをね、いろいろと仕入れてるんですが、自分自身プライベートでは、この多肉植物、このサボテンもすごく大好きなんですね。まあ、その理由の一つとして、やっぱりね、ゆっくり時間をかけて育てていくっていう、このね、長い年月を経てて、このね、将来5年後、10年後、こうなっていたいっていう思いを描きながら、こうゆっくり育てていくっていうところの魅力がね、すごくあるので、で、今回ね、いろいろなね、サボテンを育てていく中で、今回は今目の前にある、この5品種を紹介させていただきたいと思っています。まあ、なのでね、今この動画を通して、まだね、知らないサボテンがあったらね、また新しい発見があったら嬉しいですし、実際にね、今これから、もう梅雨の時期に差し掛かってくるので、お水やりとかでね、こう、星にならないためにも、僕がね、どういった管理をしているかっていうね、お話もさせていただけたらなと思っています。はい、それではね、今日もスタートです。はい、じゃあ早速ね、一つ一つ紹介していきます。まず1品種目がですね、フライヤルのマミフェラというね、サボテンです。このマミフェラ、実はですね、去年の夏頃にね、もう一回ね、ちょっと購入をして育ててみたんですよ。でも、真夏、8月あたりですかね、それまでね、もちろんお外で管理をしていただいたりするんですけど、このマミフェラね、ちょっと癖があるみたいで、このね、夏越しがね、すごい難しいサボテンみたいなんですよ。で、同じように9月過ぎぐらいから、だんだんね、こう、しぼんでいってしまったので、ちょっとね、今年もね、ちょっとチャレンジしたいっていうことで、これね、マミフェラをね、先日購入をしてきました。はい。でね、実際に見ていただきますが、こちらがね、このね、はい、マミフェラというね、すごい気持ち悪いって思う人もいるかもしれないですけど、このね、気持ち悪さがね、またたまらなくかっこよく美しいんですね。このね、まず、このエメラルドグリーンというか、この色がまずグリーンがかっこいいんですよね。そしてこのなんかちょっとね、黄色く光っているこの部分、めちゃくちゃ美しくて、僕自身はね、すごくマミフェラが大好きなんですけど、今もね、ちょっとこういった感じで、ちょっとキュッとしぼんでるんですけど、このね、日当たりとか、やっぱお水やりとかをちょっと調節をして、ね、育てていくっていうことなんですけど、このね、サボテンってね、やはりね、こう、属名ごと、ギムノカリキウムとか、マミラリアとかね、こういうフライヤーとか、そういう属性ごと、ですね。によって、こう、遮光率を変えたりとか、お水やりのね、頻度っていうのも変わってきます。なので、サボテンって本当に、サボテンだから、このね、お水やりは、こうね、何日何回とか、遮光は 70% とかっていうわけではなくて、属性ごと、で、その自生地に合わせた環境をね、こう、日本で育てて、こうね、調節をしてあげるっていう作業になっていきます。まあ、なので、サボテンをね、今ね、まだ、育てたことない方とか、今ね、このマミフェラを見てかっこいいなと思った方はね、ぜひね、このね、まず属性で、その品種が、そのね、どこに自生しているのかっていうところを調べて、で、その属性ごとの遮光率っていうのがね、本当にね、こう、もう春先からずっとね、もう全く遮光しなくて、100% の直射日光をガンガンに当ててもいい、ね、属性もあれば、ちょっとね、70% ぐらいとか、とかね、あとね、よくね、センサー社さんのハウスに行ったらわかると思うんですけど、もう二重にね、こうね、遮光してあるところとかもあったりとかして、本当にね、サボテン自身は、本当にいろいろなその、
属性ごと、品種ごとに育てる、環境が変わってくるので、それをね、また皆さんのご自宅の中で、こうね、アレンジしていくっていう作業がね、すごく楽しいと思ってます。で、このマミフェラ本当にかっこいいので、まず品種名おすすめです。こちらがね、スルコレプチア属のね、アレナケアというね、属性になります。はい、こちらですね。わかりますか？このね、なんか本当、日本では絶対見かけないですよね。こんなね、ものがね、物体がね、もう日本のね、どっかね、道路とかにいたら、ちょっと驚きなんですけど、もう本当にこういうのを見ると、すごくね、こう自生地に行ってみたいなっていうね、ちょっと夢をね、男のロマンがあるようなサボテンなんですけど、もうこれもね、もう何とも言えないような色合いなんですけど、でもこのね、白いつぶつぶのこのね、巨子の部分がすごくね、また美しくて、この本当にね、この子も、このアレナケアが、本当に美しい品種というか、まあ、ちょっと個性的な、こう見た目をしているものが多いんですよね。まあ、なので、いろいろね、そういった園芸センターとか、いろんなところで、このね、もし、スルコレプチア属を見かけたときは、ぜひね、ちょっと本当にいろいろなタイプ、見た目があるので、皆さんのね、好みのものがね、見つかるといいなと思います。こちらがですね、ディスコカクタンス属のね、ホルスティというね、品種になります。わかりますか？この、ちょっと王冠のような形にね、今ね、1頭をまずね株がある上にこのねもう1頭こうね、まあ、カキコみたいな形、カキコではないと思うんですけどね、こういったね、2頭の部分が上にあるこういうかぶさっているという感じになりますね。でこの白いモフモフがね毛がまた気持ちよくて触り心地がいいんですよね。で今ちょっとねこれ株色ねちょっとね緑色にちょっと紫がかっている色をねしています。でこのホルスティも結構ね、サボテンの中ではね、ちょっと栽培もね、ちょっと癖があってって感じなんですけど、実際ね、僕自身もね、去年の春頃にね、ちょっとね、購入して育ててみてるんですけど、まあね、年間を通して結構ね、僕自身はそんなに難しい印象は持ってないんですけど、でも、今これ実は、接ぎ木ね、してあるんですよ。なので、こうね、実際にこう、その株の根っこではなくて、接ぎ木してある株だから、多分そう感じているだけであって、これ多分接ぎ木していない自己の、このね、ホルスティだったら多分めちゃくちゃ難しいのかなと思ってるんで、いつか僕もね、この自己のホルスティを育ててみたいなと思っています。はい、そして続いてがこちらです。こちらね、ツルビニカルプス属のミニムスというね、品種になります。こちらがね、すごいですよね。この一本の棒の中にね、こうちっちゃい棒がね、ポン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 って白いのがどん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 生えてってるんですけど、これもう何か最初ね、これ見た時にもうなんじゃこりゃと思ったんですけど、このやっぱねサボテンの面白さってこのなんじゃこりゃっていうね、このインパクトの強いこの見た目をね、こうやっぱこう魅力につながってくるので、サボテンって本当に面白いんですよね。なので多分人それぞれこのね、なんかこうビビッとくるポイントが人それぞれ違うっていうのがサボテンの面白さかなと思います。なので本当にその属性ごとにそのいろんな特徴がね違うので、何か皆さんにハマるのを属性を見つけるっていうのも、まあね、このサボテンのね面白さかなと思います。はい、そしてこちらがねルエッティという品種です。このルエッティがもう、ね、めちゃくちゃね美しいんですけど、はい、こちらですね。これねもうね今何頭も何頭も接ぎ木してある株なので、もう今10個以上のね、ルエッティ株たちが、もうどん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 とね、生えているわけなんですけど、この白い粒々がね、すごくかっこいいんですよね。見えますか？ピンを合わせるのがめちゃくちゃ難しいですけど。はい。このルエッティも、実はね、去年、ルエッティのもうね、こう接ぎ木じゃないね、自根のルエッティを育てたんですけど、もう買う前に、このね、お店の方に難しいよっていうのを言われてて、ちょっとね、まあチャレンジという意味で頑張ってみてっていうことだったんですけど、去年の、春頃に購入をしたんですけど、まあね、先ほどのマユヘラと同じように、ちょっとね、夏頃にちょっと調子を崩して、でも調子を崩してからはもう全くね、何の言うことも聞かなくなっちゃって、どん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 と絞れてしまって、最終的に本当に星になってしまったって残念なものがあったんで、でもその話をね、ちょっとね、購入したところに聞いたら、もうね、まあじゃあ、このデュエッティ、まあまた育ててみてっていうことでね、ちょっとね、今また育ててみてるんですけど、で、今回はね、この接ぎ木してあるデュエッティを育ててます。まあなので、このね、
まあ、ちょっといろんな癖とかそういったね、どういうふうに成長していくのかと見ながら今ね、また次、自己の芽ルエッティが育てられるようにと思ったんですけど、やはりこれね、いろんな趣味家さんとかに聞くとルエッティは本当に難しいみたいで、なかなか自己で育てる、こんな栽培スキルを持ってる人っていうのはなかなか本当に日本でも少ないみたいなので、僕自身もこのルエッティをね、育てている方で、このね、いろんな栽培をされている方で、このルエッティの育て方を知っている方っていうのを、ちょっとね、もし、このね、チャンネル、動画を見ている方でいらしたら、ちょっとね、コメントしてくださると嬉しいです。で、僕自身も今ね、これ続きしてあるんですけど、まあ、いずれはね、ちょっとね、またね、次から外して、また自根からね、発根させて育ててみたいなと思うんですけど、今せっかくね、こんだけ大きくなったのでっていうのと、このね、最初ね、ほんと親指の爪ぐらいだったんですよ。でも、たった1年も経たないぐらいで今、これぐらいの本当にもう2、3倍の大きさにはなってると思います。っていうぐらいね、やっぱ接ぎ木って本当にね、成長スピードの速度を上げてくれるんだなっていうのを実感できたものですね。はい。で、こういった感じでサボテンって本当にね、いろいろな今紹介させていただきましたが、皆さん何かね、好きなもの、見つかりましたでしょうか。はい、ということでね、今回はね、サボテンの5品種を紹介させていただきました。まずですね、サボテンは本当にね、属性ごとに全然特徴が違うので、その属性ごとに合わせた遮光とかお水やりをこう皆さんの中でこうアレンジさせていただくっていうのがね、すごくね、サボテンの一番のね、魅力、面白さかなと思います。まあ、今回ね、このサボテン5品種を紹介したんですけど、我が家にはね、実はまだまだサボテンあるんです。はい。本当にね、僕は植物が大好きなので、いろいろなね、植物を育てている中で、サボテンもね、本当にいっぱい育てているので、またね、何かきっかけがあればね、このサボテンの紹介をさせていただければなと思ってますし、これからね、この梅雨の時期になるということなので、またね、これからの管理の仕方なんですけど、まあ、僕自身は、まあ、梅雨も含めてですけど、今ね、もう台風とかも気になりますよね。まあ、なので僕は結構ね、お庭の軒下でね、管理をしているんですけど、なので、皆さんもね、こう、ベランダで育てている方とか、まあ、室内で育てている方もいると思いますし、まあ、そういった感じでね、なかなかね、ベストな環境とか、生産者さんみたいに、ああいうハウスを建てて、温室ハウス建ててって育てている方ってなかなかいないと思うんですよ。で、僕と同じように、そういったね、軒下で育てている方とか、そういった方がベランダね、多いと思うので、まあ、そういった感じの方もね、ちょっとね、参考になっていただければ嬉しいんですけど、僕自身は、サボテンに関してなんですけど、まあ、サボテンって本当にね、こう、特に属性ごとによって、違うんですけど、これやっぱね、根腐れしやすいなっていうイメージです。根腐れしやすいっていうと、ちょっとね、言葉に語弊があるかもしれないですけど、やっぱりね、風通しを本当によくしてあげないと、サボテンって鉢栽培をしていると、本当にね、もうすぐに根腐れをしてしまうなって印象です。これは本当にいろんな属性を育てている中で、やはりサボテンはこうね、本当に風通しが良くないと良くないので、やはり温室ハウスとか、そういった環境がベストの方はいいと思うんですけど、まあ、なので僕は、こういったね、例えば台風が来るとか、梅雨の時期とかっていうのは、もうね、サボテンをもうね、こういったトレイ、51型のトレイに入れて、もうね、室内に入れます、そういう時は。で、もし入れてない方はいたら、あのね、51型のね、トレイのね、透明の、ものがあります。はい。こちらですね。こちらですね。このね、以前もね、動画の中でね、紹介させていただいたんですが、種まきカバー51型というね、この育苗型のね、こういったものがあります。で、これ、51型のトレイと、もう、ピタッと合うんですよ、実は。なので、結構ね、僕でも、こう、ちょっとね、長い時間、お家をね、ちょっと離れる出張とか、そういう時とかに、ちょっと雨が続くとか、台風が来るっていう時とかは、もうね、トレイの上からね、これをかぶせておきます。で、ただ、風通しがね、良くないパターンがあるんですよ。これなぜかというと、上にだけね、この点々でね、一応空気が入れ替えるようになってるんですけど、さすがにね、こう、これからの時期蒸し暑かったりもするので、そういう時とかは、僕は、このね、この種まきカバーのここの部分をもう完全に切り抜いちゃって、ちょっとね、空気の循環を良くしてあげます。で、こっち側とこっち側で両方とも開けて、同じようにね、空気の循環をさせてあげる。で、ただ、雨だけしのぐという感じで使ったりします。なのでね、この51型の種まきカバー、ぜひね、皆さんもね、ちょっと使ってみてください。はい。まあ、といった感じで、まあね、これからね、こう、梅雨の時期とか台風のシーズンになってくるので、皆さんもね、こう、お庭とかね、軒下とかベランダとかで管理をされている方って、特にね、そういった
雨に当たりすぎる、ね、長時間雨に当たっちゃって空気の循環が悪くなっちゃって根腐れするのをすごく懸念していると思うので、ぜひねこういうグッズをね、ちょっと使ってみたりとか、またね僕みたいにちょっとね、まあ、2、3日とかだったら、まあ、トレーニング出てお家の中とか、まあね、いろいろな事情があるとは思うので、ぜひね、いろいろなグッズを皆さん試してみてください。今回もね、この動画が良かったなと思った方はチャンネル登録、そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それではね、またお会いしましょう。